はい、皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は海でサップ体験をしております。あー危ない。はい、小鳩の海でございます。とっても青くてとってもいい天気ですね。今日はサップ体験しに来ました。お兄とあとこの前カッピングしてくれた本間ガクト君も一緒です。ガクト君は初サップだし、しかも金槌、果たしてうまくできるのでしょうか。おいよおいよおい、これ回線戻さないままここに来たけどさ、いいのか。押さえてれば大丈夫だ。車椅子の人でお尻心配っていう方はこのヒッププロテクター履くタイプのやつがめちゃくちゃおすすめです。ネットで3000円くらいで売ってます。あ、来た。あ、来た。キモ、来る時がキモすぎる。お兄とタンデムで乗っていきたいと思います。今日は本当にすごくいい日で、すごい海が透けてたの。インストラクターは渡辺浩二くんです。皆さんもサップ体験できるので、ぜひ最後までこの動画見ていってください。コジプロの魅力をどうぞ。コジプロ、今日はコジプロでやっていますが、はい、コージくんという人は、はい、鶴岡市の魅力を、自然の魅力を、うん、まあ、たくさん知ってて、うん、なんかその楽しみ方も教えてくれる、うん、最高です。すごいじゃん。今まで敬遠してた海で遊ぶって。やっぱ敬遠してたの？泳げないんだよ。やっぱそうだけど。やっぱそういう人でもできる。そうだね。アクティビティ。一周するくらいの気持ちでさ。二人。あ、ちょっと。おお。ということでサップ体験終わりました。ちょっと船酔いする感じもあるけど、でもめちゃくちゃこう楽しかった。やっぱり自分では泳いではいけないようなところを海の上にいるっていう感じがすごい面白かったです。ぜひコジプロ皆さん検索して、インスタのリンクを概要欄に貼っておきますので、コジプロで、そして鶴岡の海でサップ体験してみてください。はい、この動画が面白かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。